どうもこんにちは、ナッチでございます。11月の10日水曜日、いや火曜日です。一人だけ明日に行ってしまいました。今日の10時から、チャンピオンコラボが始まっております。そして僕のね、風邪疑惑も始まってますね。昨日もね、体調がねあまりよろしくなくて動画出せなかったんですけど、ちょっとね怪しい風邪かもしれないっていう感じですね。まあでも頑張りましょう。頑張ればいいんです。死ぬわけじゃねえ、頑張りましょう。前回の鬼滅が炭治郎だったわけですが、今回は裕次郎ということで使っていきますよ。まずは覚醒、無効貫通3つに80倍除強化3つ。こんなん強いに決まっております。脳筋です。7コンボ強化とか10コンボ強化に比べたらなんか弱そうにも見えるけど、絶対強いから。こんなん弱いはずない。そしてなんといってもスキルですね。1000万固定ダメージが最近ね、アルジェの追い打ちで出ましたが、それがスキルで使えます。しかも1ターンではありますが、闇7倍エンハンスに加えて、最近何かと嬉しい防御ゼロ、欲張りですね。さらにリーダースキルにも500万ダメージがありますし、 HP2.5 倍と、ちゃっかりやってます。ちょいちょい出てきましたね、 2.5 倍がね。まあ相方はね、コンボ加算かなと思ってこちらを採用しましたが、じゃあ回復力どうすんのっていう、そこはもう根豆子でさ、自動回復しようぜ。2体いたらループしますから、しかも闇になりますから、これで一緒。ムフェト的な感じになると思うんだよな。だからちょっと火力によったムフェト的なね。待て、皆さんご確認ください。封印耐性20、40、60、80、なぜ受けるんでしょうか。マジ 20% じゃねえよな絶対。少しでも穴あったらさ、 60% ぐらいになるさ、なんかコードでも書いてあると思うんですよ。ほら、おかしくない？私の運がいいんでしょうか。じゃあ今ガチャ引いたらいいのが出ると、そういうことでしょうか。私の運がいいならね。おかしい話やん。叫びたくないからさ、今日はさ、喉痛えからさ、頼むわ。じゃあ変身させますね。いや、まずバステトを使っておいての変身させることによって、これ溜まりますから、スキルが。いや、こいつにね、無効貫通をぶち込む必要はないんですよね。なんなら次に備えて、ここは闇をとっとこ、ハム太郎でいきます。ドンちゃんでいきます。まあまあこんなんでいけますよね。できればロノベが嬉しいんだけど、ありがとうございます。僕が取っといた闇はね、すべて消えてしまいましたが、パイモンから割合を受けるよりかははるかにマシ。とりあえず L 字を組みたいですね。ネズコ片方溜まっていく。もう早速使っていきますよ、どんどん。蛇竜の方向がロック解除できるんで、まあ必要ないっちゃ必要ないかもしれませんが、今後に備えてロック解除はしておいて、で9個なんて降ってくるはずがないんで、ここはね、待って、5万回復しなかった今、 20% の自動回復で。てか体力27万って、体力27万って薩摩ビオランテだよ。ちゃっかりやっちゃってるんですよね。いや、これに関しては蛇竜いいですよ。今回ミラブレイド大活躍ですよ。溜まっても全然嬉しい。消せないドロップも消せるよな。凄まじい速度の再生能力なんだよな。素晴らしい、これは素晴らしい。そして凄まじい。ただこれ闇出すの超大変ですね。自分で消したし。ムフェトはね、自分で火をたくさん作れたんですよね。そこが今回違うかなっていうとこですわ。めっちゃ綺麗になったわ下。よし、やっといけますよ。なんか属性変わったけど、何の変化。まさか無効化対策なわけね。いや、もう取っとくから闇、マジ。もう倒せるんだろうなってとか取っとくから闇。欠損が凄まじいんでね、凄まじい速度の欠損能力なんで取っときましょうね。できればね、 80% 以上の状態で裕次郎の火力を見たいんですけど、なかなかね難しいですね、確保がね。とりあえずここ倒しますね。無効貫と 80% 以上の共演があったらさ、カンストも夢じゃないと思うんだよな。 80% 以上強化なしで、ほらこの火力ですよ、凄まじいですね。さあ、ここは皆さん裕次郎の出番です。まずは
自動回復つけておきます。そして、行きましょう。親孝行しましょう。いや、親孝行される側か、こっちは。まあ、とりあえずスキルを使います。これによって、エンハンスを消しつつも、固定ダメージ。ワンパンです。奴の体力は1000万です。いやー、使うんじゃなかった、ネズコ。ネズッチ使うんじゃなかった。アホタレが、今使う意味あんのかなと思いながら押したけどさ、絶対ここだったじゃないですか。こういうことがあるんでね。まあ、毒目覚めが機能するだけまだいいですね。毒目覚めも機能しなかったら相当やばいですよね。しかしまあ、自動回復なんでね、全然大丈夫ですよと。いや、切っちゃうな、80%。こんだけあ、は?はですけど、それは。あ、一応固定ダメージはあんのね。まあまあ、耐えましょう。なんか、単性発狂系キャラに備えて、変換はなんなら残しておきたいんだよな。そういうのありますよね。いろいろありましたが、フレイヤーちゃん突破。ほら、こういうやつだよ。こういうやつがやばいからさ。ここ使うよ、もう。箱開けちゃうからね。禁断だけど開けちゃうからね。とは言ってもまあ、別に、自動回復あるからそんな問題ではないんですけど。こういうね、時間食うとめんどくさいキャラにね、備えて、変換は残しておきたいですよね。どっこいしょ。今いい状況だよ。ちょっとこいつにぶち込んでみようか。もったいない感じもするけどな。ちょっとターン貯めてから無効貫通ドッカンいきますね。無効貫通ドッカンバトルしますね。とりあえずやってみた。落ちコンが入ってみた。13コンボしてみた。あ、ギリだな。もうちょいじゃない、あれ。ちょっと一瞬すぎてさ、見えないんだけど、おそらくもうちょいだったはず。エンハンスがあったら間違いなくいけますね。とりあえず L 字を組みたいんだが、L 字分がない。バステと持ってないもんな。あ、持ってるわ。ミラブレイドさん。こういう根性持ちに対してね、9個出るまで耐久が結構しんどいですね。なんで固定ダメージがあるから、劣化と相性がいい、なんで1個生成なん?あ、でも足りるわ。劣化と相性がいいと思いきや、劣化みたいに根性が連発すると辛いと。まあでも、修羅行くにしてもきっと欲しいんでしょうね。無効貫通分はね。ねずこ使ってないですね。とりあえず、折り返しまで来ました。なかなか楽しいですよ。速度は遅いですけど、楽しいパーティーではありますよ、これ。6つあるんで、これでいけるか試してみましょう。一応、裕次郎はね、火力が上がっていく系のキャラクターなんで、これが最大では全然ないんですが。まあ、盤面広いってこともあってね、ワンチャンねえかなと。80% 以上でもありますし、なんとか倒していく。てかやっぱこの武器いいよな。最近ありがちな。最近ちょっと流行ってるね。エキドナさんの武器ですよ。これがかゆいとこにね、キラーが入るわけですね。これ、裕次郎って単体だったっけ?単体だったらさ、あ、見ることもできないんですね。まあいいや、後で見ることにして。ネルギガンテを使っちゃうっていう手はある。こっちはヘイストがあるから、こっちから行こう。勝ち上げていきます。いやー、そうだ、そこ消すんだった。まずい。左に闇が出るもんだと思っていた。右から回復出てきちゃった。これはまあ、こっちも使っとくわ。耐えれる保証がないですからね。完全に今のプレミですね。プレミっていうかバカだよね。なぜかここにスキルを2枚割いてしまう。いや、貫通するんかい。普通に貫通するんかい。あ、
そこにスキルを2枚割いちゃったよ。で、単体だったら、単体っぽいよな。単体ですね。じゃあ玉空を1体削ることしかできないんだ。玉空にはじゃああんま向いてないんだね。なるほど。倒せるよ。悪いけど倒せるよ、あんた。倒す必要があるかって言われたら多分ないんでしょうけど、なんかね、突破できるかとか言って煽ってきたから、突破してやるよ。じゃあな。この程度とはってこっちが言ってやりたいですね。いやー、よくないよくないよくない。クロネちゃんはよくない。これ罠だよな、完全に。しかし我々には自動回復ってものがありますから。いや、さすがにここで突っ込む勇気はないので耐えます。ルーレット辛いですが耐えます。一応確か火と回復で半減は貼れるんで、それだけ貼りながらいきますね。終わったー。皆さん、お別れの時間がやってきました。おかしいと思うんだ。おかしいと思いませんか？僕は思います。だってこんなんもうどうしようもない。俺の運が良すぎて困る。分かったよ、封印つけりゃいいんだろ。ここでさ、裕次郎使ったらもしかして、もしかして。素晴らしい。現環境の普通のキャラクターにもこういう使い方があったんですね。これ多分さ、5万じゃ耐えれねえよな。組まなかったら負けるよな。あぶねえ。いや、こういう時にバステトないのはちょっと緊張しますね。バステトだったら基本ね、20何秒かあるんで大丈夫なんですけど。え、ここは自動回復があるからある程度余裕があるはず。やっと、モンポリを拝めそうだ。突進勝ち上げが思ったより強い。耐えれますよね。ただ、10万近くは回復できないんで、ここで決めておきましょうか。ここで倒しておく必要があると思われます。問題は、いや問題はない。行くぞ。ルーレットさん1個闇ください。リーダーに延長がついてんのが地味にありがたいですね。2秒延長とはいえ、でかいよ。え、これ体力10万だから全然回復しんやん。ちょっと待て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 。あと26ターン。遠すぎる。そもそもこれ受けれるんか？まだだって4万やろ。やばいんじゃない？ちょっとバステド使って回復上げて、軽減はどうやってもできねえから、4消ししたい。どう？余裕だ。で、あとは、これネズコで1コンボで耐久できるんだったら、もう、勝てますわよ。あー、いや、ちょっと自力回復も必要か。定期的にバステト使って自力回復は混ぜていく感じで。次はラハドラがいいですね。お願いしますよ。属性吸収無効またため直しなんで。闇吸収じゃない時に突っ込むしかね、我々に道はなくなってしまいます。さ、延長していきましょうか。延長しようと思ったけど、蛇竜が2枚あんのはでかいので、ここはちょっともう一旦耐えよう。いや、今回マジミラブレイド強いからね。無効貫通したい時においてのね、ミラブレイドめっちゃ強いっす。さあ、行きましょう。使います。裕次郎も溜まってるんで、状況としてはすごくいい、すごくいいよ。さすがにこいつが耐えるなんてことはないはず。よし。意外と耐久もね、そんな時間かかんなかったですね。自動回復は偉大。そして引いてしまった。まずいぞー。まずい。お、早速闇吸収ではないが、これで無効貫すんのはなかなか至難の技である。であるよ。でも不可能ではないと思うんだ。これが意外と作るから。しかも左下はチャンスだよね。左下だな、これ。
左下パパッと組んじゃいます。コンボ吸収とかも特にないしね、まあ、7コンボ組めることに越したことはないんだけど、パパパッとあそこにぶち込んで終わらせましょう。まずはこうして、あそこ飲まれるか。そうか、なるほどね。こうしとこ。右行きすぎや、右ちょいってなったわ。なんで耐えるん。いや待って、これ裕次郎打ったらいけるとかない？そんなことあるかな、そんなことあるかわかんないけど打ってみていい？ここでだって発動したら超かっこよくない？またお前やんのかって感じじゃない？打ってみるわ。固定ですから吸収も関係ないです。ダメでした。1コンボ、ナメプの1コンボ。ここですよ、ここで全てが決まります。オッケー、吸収ナイス。そしてバステトがあるんで、今回はだいぶ試行時間があります。ゆっくり考えちゃいましょうね。7コンボをしろとは言わん、プラスアルファを組めれば俺らの勝ちだ。イエス、いったでしょ、さすがに。あー怖いあー怖い。これ500万ぶち込もうとするとどうせ貫通するんだろ。ですよねリジピアザス。いや思ったより大変でした。裕次郎がムフェトと違って、やっぱりたくさんドロップを作れないっていうのは、リーダーで使う際はちょっと注意した方がいいかもしれませんね。ただまあどんなパーティーにおいてもね、火力は出してくれるでしょうし、このスキルもね今んとこは唯一なんで、であと交換も唯一なんで、興味ある方は交換してみてはいかがでしょうか。アシストもちょっと強くなった、強っ強、これ耐性になかなかいい覚醒してますね。いいなと思った方はぜひ交換してみてください。以上、ナッツでございました。バイバイ。